草タイプ、それは草木のように力強くたくましい属性である。今回はあまりの強さに草を生やす緑の軍団で霊と対戦していきたいと。キャボーギャー、こら0点だ。どうも皆さんこんにちは、シンプルでカジュアルの夜です。はい、タイプ別レート使用率ランキングトップ6、うん、草タイプ編ですね、やっていきたいと思いますんで。来た、よろしくお願いします。うわーいいね。でも苦しいパーティーに仕上がりましたね。草とあとフェアリーとかも結構きしんどいじゃない。まあ草、虫、あ、虫もやばい。虫やばいけど、まあ2000行ってる人もいたら結構戦えると思う。あ、いや草はしんどいね。草しんどそうやね。確かに草しんどいですね。まあ技の通りがまず悪い草タイプっていうのは。そうね。で弱点が多い、うん、もう攻めも受けもちょっと難しいんで、うん、どういう戦術にしようかなみたいな。確かにめちゃめちゃちょっと試行錯誤長かったですけど、うん、まあ、今回はもう超攻撃的な対面構築に仕上げてました、ね、あーマジで。あ、うん、まあ結構ね仕込んでますんで。あ、そうなんや。うん、まあ楽しみにしておいてください。はい、初戦になって源之助さん対戦よろしくお願いします。源之助さんお願いします。 あ、源之助か。源之助です。源之助ですね。はい、とりあえずまあウツロイドとリザードは確定ですね。あー、まあ来るでしょうね。うん、この2体はもう100来る。カプレヒレは100。うん、カプレヒレ、カプコ結構あしんどそうやな。まあとりあえず先発はナットレ、ウツロイド読みで、うん、リザードが来てもまあ大丈夫。なるほど。で、2番手はタスキのジャローだ。うん、で、ラスト1体を気逃すさでいければまあ勝てるんじゃないかなと思いますけど。なるほどね。まあ難しい戦いになるかもしれませんけど頑張っていきましょう。いきましょう。さあ源之助さん対戦よろしくお願いします。お願いします。超攻撃な対面構築と先ほど申しましたけども、うん、まあ一人一殺がテーマですね。なるほど。うん、一匹で絶対に一体落とす、うん、うん、これをやって、うん、まあラスト1対1で勝つっていう、はい、そういうプランですので、まあこれ出しがちましたね。いや予想通り映るところ非常にいい対面でございます。グレートやん。まあメザホノあったらちょっとしんどいですけど、あ、まあステルスロックを巻きに来たのかなという印象を受けますけども。スロイドに、いやメザホノなんてないよ。ステルスロックを巻いてきた。オッケー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 。まあただジャローダの助け削られるのはちょっと痛いですけども。ああ、ジャローダ、そっか。うん、まあただまあ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 助けだろ、どうせ助けですね。オッケーです、オッケーです。助けが見たことないんだ。ここでリザードンに下げてくるかどうかね。リザードン絶対おるんで。リザードン絶対います。絶対おる。うん、なのでそうですね。まあただここはもうジャイロボールで。なるほどね。うん、ハチマキと思わせればまだいいかなって言うんで。パワージェム、なるほど。全然入らないですよ。全然入らんぞ。うん、ナットレ耐久面素晴らしいからね。いいね、鉄の塊だ。このナットレがもう非常に草タイプ統一、うん、このパーティーでは肝ですね。あー、なるほど。ナットレとジャローダは大体確定で出します。あー、ナットレとジャローダは絶対に出す。あのキノコとかもう意味ねえやろ、あいつ。あー、モロバレルってやつ。キノコだと役割かぶっとる。そう、モロバレルはね、シーバーだともかぶるし、ちょっとあいつはね出しづらいんだけど、ただ、うん、あいつはボーマンダがおったら出す。あ、火吹くの。そうだ、火吹くように仕込んでますね。すげえ。ああ、ただボーマンダおらんかったら大体出しません。なるほどね。ああ、はい、まあ、とりあえず、まあ、リザード X ですね。なるほど。ああ、ここニトロチャージ積んでおきたいところっすよね。カミツルギとかあとジャローダ、うんうん、裏のこと考えたらニトロチャージ竜の舞していきたいところっすよね。していきたいです。おぉ、出た。はい、一つ目の仕込み、オッカの実で、炎を半減で受けます。ひぃひぃ。うん、そして鉄のトゲ、鉄のトゲでスリップダメージを稼ぎながら、さあ、大爆発で食らえ。これがなるほど、対リザードン兵器。これ落ちる、さすがに落ちます。え、すげえ。落ちなかったとしても、気逃すのマハーパンチ圏内には入ると思うんで。すげえ。オッケー、ナットレで2体。ナットレで2体持ってきました。なかなか見ない。はい、ナットレで2体は見ない。で、ウツロイドとリザード、うん、うん、この2体落としたらもう草タイプの通り良かったんじゃないですか。あ、確かにね。わっ、やったー。隠れ入れですね。多分キノガスターがちょっと嫌やったよね。小規模でやったんで、多分キノガスターが嫌やったけん隠れ入れ。なるほど。うん、出してたのかと思うけども。やったー。ちょっとな、ただ、これもう止まりませんね、カプリヒレ。止まるわけもなく。ああ、ジャローだと。ああ、キノガスタもう草統一の天敵。かわいそうに水タイプ。いや、一瞬で終わらせる。これがもう、これが一人一殺の新草統一っていう感じですね。なるほど、華麗なる。華麗ですね。技を見たような気がします。はい、こういう感じでね、バンバン素早い展開でものにしていきたいと思うんで。なるほど。はい、対戦ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、待ち受賞したレインさん。アメッパじゃないんかい。アメッパじゃないんかい。レインって名前にすな。アメッパ、アメッパやんって言ったもんね、お前。アメッパ、アメッパ。
盛り上がってたんで、アメパ来た、これ買った買ったって、アメパと思ったらリザードンやないかい。全然ちゃうやないかい。リザードンはこれは Y だ。リザードンめっちゃマッチングするな。リザードンめっちゃ来るね。ただリザードンはまだいい。ボーマンダの方がちょっと嫌だ。あーそうだよね、うん、アーゴヨンはもっと嫌だ。アーゴヨンもっと嫌だね。ゲンガーは論外。月光川、月光が嫌。天敵多いよこのパーティーは。ヘドウェーブボルトロスとかも嫌やもんね。いや嫌やね、嫌やね。さあちょっとね、そうですね、もうこれはもうジャローダ先発からの神剣。ヘドウェーブ持ってそうじゃねこいつ。わかる。いや俺の体のがうずいとる。あ、うずいとる、うん、身震いしとる。身震いしとる、身震いしとるか。ヘドウェイリー、ヘドウェイリーっていう。ちょっと視野入れます、うん、でジャローダ神剣になっとる絵かな、これは。あーなるほど、ジャローダ神剣になっとる絵で、すごい。いや、ジャローダ神剣になっとるやわ、これ。誰も勝てそうじゃない選出。でもルートはもう決めたかな。見えとるお前の中で。決めてる。リザードンはもうヘビになる、うん、で、神剣が、まあ、ニトルチャージされたとしても上取れるようにして。なるほど。で、ナットレ、ナットレとカミツルギ両方でリザードン見れるっていう形を取りたい。なるほどね。いやね、はい、うん、ポイントはリザードンどう処理するか。はい。さあ、レインさん対戦よろしくお願いします。なんか見たことあるな。なんだこの格好。なんか俺たちを見てるよ。すごくダサい。キショ。こっちもキショし。オッケー、ボルトロス。ヘドロウェーブがあんのかね。電気技の通りはね、すごく良くないのに、うん、来てるからね。マサノシレーダーが反応しとったもん。だ、挑発の可能性もあるけどね。あ、そうね、うん、ここはどうしますか。ここは一回ミラコートで。なるほどね、一回ミラコートで。ここはミラコートで。オラですよね。マサノシ、マサノシレーダー、マサノシ今の読みすごいぞ。いや、すごいやろ。うん、よく読んだ。これかも早くない、なんか早いね。いや、じゃあミラコートやけど。おい、あ、バカなんだ俺は。頭ね、せっかくいいことしたのに、うん、毒はいらんぞ。うん、ジャローだ。毒はいらんな。ジャローだ、毒はいらんぞ。毒はいらんわ。うわ、毒いらねー。うん、まあいいでしょ、いいです、いいです。うん、じゃあ、オッケー。オッケー、一回、オッケー。お前のいい読みで、うん、うん、毒技がある読みでね。よっしゃ。うん、ミラーコートを打てました。うん、これはちょっと結構アドバンテージ。どっちから出すかすごく大事や。ここ命より大事。リザードン。リザードンがおるよね。いや、とりあえずリザードンから出してくるんじゃないの、この時って。わかるけど。いや、これはもうね、ラスト一体をどっちになったら考えれば。もう神剣がラスト1体に持っていった方が戦いやすい。ああ、うん、だからここはナットレーです。で、ナットレー、ナットレーで落としきれんかったとしても神剣で、うん、まあ、ビーストブースト上げていくっていう展開もできますし。はいはいはい、うん、あ、昨日ったオッケー、昨日がったなら OK です。昨日がったね。あ、昨日がったなら OK です。 OK です。昨日がったなら OK です。まだこっち Z ありますから。 Z ありますからね。完璧です。OKOKOK。 ここは確信したよね。ここはジャイロやな。ああ、ここはジャイロでいい。剣舞、剣舞か、剣舞がやばい。剣舞は、あ、ただまあ、ジャイロボールプラスの、うん、助けまで行け、助けまで行けるだろ、助けまで行って、鉄のトゲで行けるだろ、って感じだ。助けまで行けるだろ、お前なら行けるだろ。いいね、いいね、いいね、オッケー。ダメージだ。オッケー、鉄のトゲでダメージをしてるんだ。鉄のトゲで刺せるんだけど、うん、神剣のビーストブーストでリザードンね、ノーマルZじゃ飛ばない、もしかして。いや、Y やったら飛ぶけど、X はちょっと怪しいんだよな、うん、やめて、やめてほしいね。ここ起点にされるのが一番嫌やな。生き残っちゃったらナットレー。ああ、なるほどね。ここはちょっともう爆発でナットレーも死にます。ナットレーもバイバイ、まあ、バチ。ああ、オッケーオッケーオッケー、オッケーオッケー、まあ、とりあえずね、まあ、オッケーとりあえずね、オッケー、もう一人一冊。いや、でも本当に一人一冊。このパーティーを見た瞬間に、うん、最初なんて言ってたか分かる。これは Y だって言った。言ったわ。自分の言葉を信じる。信じる。絶対 Y だ、絶対 Y だ。 Y、 お前は言ったんだ。リザグロスは確率的に Y の方が高いし、これは Y だってお前は言ってる。言った。Y だったら、うん、ノーマルZで飛ぶ、うん、うん、ここは変な耐久、変な調整をしてない限りはウルトラダッシュアタックでいけ、決めろ、滅びるはず、滅びろ。さあ、まず XY どっちか。ブラックマジック、どうでしょうか。いけ、頼む頼む。頼む、めっちゃ迷ったよ。めっちゃ何の迷いだ、ダイモンじゃ当たるかなってやつ。よし、ワイだワイだワイだ、オッケー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 、やった、オッケー。ルート2つ用意しとってよかった。ほぶねー、リザードンを落とすの。こんな感じで勝つんや、勝つときって。神剣、うん、両方の選出でよかったよこれ。ちょっと圧巻でした。落としましょう神剣、飛びましょう。いや、お前の火力はもうね、うん、十分に知ってる。いや、お前の火力はすげえ。幾多のリザードン Y を落としてる、そのギガインパクト Z。 幾多のリザードン Y 使いに、うん、うわ、ここノーマル Z か負けやって言わせてきたもんな、うん、お前逆
け、この1、2冊完璧だったな、これ多分。いや完璧だ、落ちればの話だけど、ね、いや落ちる落ちる落ちる、マジで落ちればの話。さあさすがに威力200、ぶち飛ばせ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 、あーちょっと残ったー、ちょっと残ったー、なんでー、おえちょっと残ったー、なんでこれで勝てんかったらね、勝てないね。いや、誰もがね、勝ちを確信した。うん、これあれ耐久ぶりってやつ、耐久吹っ飛るわ、吹っ飛んした、吹っ飛んした、これ耐久吹っ飛んした、ちょっと残った。これで勝てなかったら勝てない、これはちょっと無理だな、完璧やった完璧やった、ナットで出すタイミングも、うん、全てにおいて、うん、ナンバーワンでした。いや、あそこはでも本当ナットレイと神剣、ナットレイから出したのが正解やったし、うん、うん、いやもう最善の策やったと思うけどね。うーん、マジでバイバイ、うん、いやマジで惜しかった、惜しかったね、このね鬱憤を次に晴らすか、晴らしたいね、一生いっぱいじゃ満足せんて、それな、うん、皆さんリベンジマッチご期待ください。はい、ありがとうございました、ありがとうございました、ここまでのご視聴ありがとうございました、ありがとうございました。まあ今シーズンは絶対レート2000行きたいわけなんだけども、行きましょうよ、まあ、隊長、2000行くために一番大切なもの、これ分かっとかないか、何だと思う、構築力でしょう、それよりもっとある、プレイングだ、もっとある、選出、違う、読み、違う、え、時間や、間違いねえ。